どうも、皆さんこんにちは。ゲーム実況者ナンバー14、人呼んで直樹です。今日、やっと戦争まで解放できました。いやー、やばい。月いくら課金してんのっていうね。毎月のように、新霊獣や新英雄来てますからね。大変ですね。まさか、こんなに早く金色チャット使う日が来るとは。まあ、気分切り替えて、奇策チャレンジしましょう。今回は、天下無双。朝からやってるけど、2億は無理そうです。今日のパテも、昨日とほぼ同じですね。3回連続攻略パテが大指示だと、奇策というよりも、定石、成功法って感じですね。神武も前回と同じです。霊獣は、今回は朱雀じゃなく、副牛を補助に入れてます。アビリティも多分、昨日と同じです。才能は、大凶に吸収、曹操と紹介は主語にしてます。それじゃ、早速ポチっていきましょう。今回は、各課が、かなり HP 回復するので、大凶を一番に配置してます。いつも一緒にいる、長領がいないので、今回は少し楽ですね。まあ、麻痺はきついけど。2番手に紹介を置く理由は、呂布のダメージが痛いからです。今回の奇策は、呂布の最終余ダメ 50% アップですからね。結構痛いです。曹操と高孫さんは、王位や保連士とかに変えてもいいと思います。女性が多すぎると、太子寺が魅惑にかかりまくるので、注意ですが、おお、1億6000万いけましたね。2億はいけないの、と疑問に思うかもしれませんが、前回の奇策の HP 回復量が1200万、今回の回復量は850万なので、前回の2億点が、各課の回復込みで1億6000万から7000万だと思います。被ダメージを見た限り、もっといけそうな気もするんですが、長戦と諸葛亮の妨害、長戦と呂布のダメージ共有が厄介ですね。英雄や神武の順番を入れ替えたり、変えたりしてますが、今回はこれ、っていうパテがないですね。正直、どのパテもあまり点数が変わらないです。ここをこうしたらいいよっていうアドバイスがあれば教えてください。今回は前回と同じような内容になっちゃいましたが、ご視聴ありがとうございました。